どうもリオです。ちゃんということで、今回やってきたのは墨田区向島。はい、東向島どこっていう感じなんですけども、私も初上陸でございます。大人のガールズバーがあるみたいなんですよ。めちゃくちゃ渋いの。もう外観がもう、ね、ついてるんだけど、そこにもう外観が渋すぎて、ブーサバケンイチっていう感じなんですけども、早速ね、大人のガールズバー行ってみたいと思います。ではでは、スタート。じゃじゃーん、到着。はい、ということでお決まりのレモンサワーを注文して、せーの、乾杯。うまいっていうことで、今夜のつまみたちを物色中でございます。メニューはね、こんな感じ。ちょっと見えづらいかもしれない、すいません。ちょっとアップしてもらって、であと黒板におすすめがあったんですけど取り忘れました、すいません。あ、はい、料理が来ました。まずはね、なんかすごいニラ玉の気分だったので、ニラ玉と、あとは特製のニラ軟骨つくね。いただきま。ということで、まずはこの特製ニラ軟骨つくねからいっちゃいます。めちゃくちゃ緑なの。はい、おいしい。見て、緑。このなんか甘めのタレみたいのもね、最高。ちょっと断面を見てほしいんだけど、その前にもう酒、めちゃくちゃお酒に合う。すごい、これはね本当に食べてみてほしい。見て、めちゃくちゃ緑。ニラが引き締め合ってます。しかもなんか軟骨のこのコリコリがすごいいい感じ。からのニラ玉、これはもうね絶対美味しいやつですから。お店によってニラ玉も味は変わるけど、めっちゃまずいニラ玉って逆に出会ったことないよね。ニラがお口の中でボンバイエイっていう感じで、というか今みんな気になって仕方がないと思うんですけど、この人めちゃくちゃ目合ってるよ。多分有名な人だよね。ポスターになっちゃうぐらいだもん。彼が牛乳飲んでいるので、私はレモンサワーを飲む。はい、ということで、これ初めて見た食べ物なんだけど、ニコゴリっていうらしい。お店特製のこの下の方にはタラが入っております。からのブリ串。ブリが串になってるの初めて見たんだが、ニコゴリをどうやって食べるのかわかんないけど、醤油皿っぽいのをいただいたので醤油を入れてみました。はい、やってしまいました。ニコゴリは思いのほか柔らかいということが分かりました。ほう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 という感じなんですけど、なんだろう、寒天まではいかないけど寒天みたいな。そんでもって皆さんお待ちかねのブリ串でございます。はい、ちょっと先頭がネギだったので、あのネギっていう感じなんですけど、今ブリ串を食べました。はい、美味しい。この塗られてるタレ、醤油なんだろう、これがめちゃくちゃ美味しい。漬けたブリを串に刺して焼いてるっていう感じ。これまたこういう漬けられたネギが美味しいの。
レモンハイください。はい、すいません。はい、これ何杯目だ、3杯目4杯目かな、ちょっとわかんないんですけど、ここでね看板猫が登場したの。ちょっと他のお客さんがいたから映せないんだけどさ、猫カフェみたいな、完全猫居酒屋みたいになってる。はい、ちょっとね他のお客さんが来るということで、カウンターの方に席を移動しまして、やっぱり頼んでしまいました、焼き鳥。ブリの串を見たらやっぱね鳥も食べたくなっちゃうよっていうことで。そしてそしてエビグラタン、これはねもう絶対頼もうと決めていたやつの前にお酒をグイグイグイさせていただいて、ひたすら飲み食いしていたら、まさかの視聴者さんが声をかけてくださりましたからの一杯ごちになりました。あざーすあざーす。はい、やっとねこの人グラタン食べます。美味しそう。この特製のグラタン、エビも入って、あ、ちょっとすいません、あのマカロニさんごめんなさいなんですけど、やってしまいました。中華そば。あのね、後ろの席の人たちがめっちゃすすってて、覗いたらね、これを食べていたのです。このビジュアル絶対美味しい。麺すすりタイムが始まります。ラーメンを食べてる女を挟んで両サイドの人がちょっと会話してるんですけど、私はもう気にせず食べるだけ。胡椒をちょっとブリブリしてみました。わあ最高、もう見てるだけで美味しそう。編集してるただいま、もうラーメンの口になっております。お願いします。はい、ごちそうさまでした。いやー美味しかった。あのアットホームな酒場すぎてやばいね帰ってきたくなるような酒場でした。ということで、いわきん酒場また行きたいと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン絶対に絶対に、チャンネル登録とも絶対に絶対によろしくお願いします。あ、電車が来ました。バイバーイ。いやー、いわきん酒場めちゃくちゃ楽しかったし美味しかった。しかも猫ちゃんが可愛すぎる。中華そばとね、ニラ軟骨が結構私の中で大優勝。ではでは2回目のバイバイ。